はい、どうも FTK です。いやー、お久しぶりですね。久々でございます。こうやってカメラの前で、顔を出すのはですね、今回はですね、ちょっとジャクソンさんの新商品をご紹介したいなと思います。それはこれ、見えます？はい、ラインリボルバーです。ラインリボルバーでございます。さあ、ラインリボルバーとは何ぞやと。これはですね、ちょっと開けましょうか。こういう感じになってる、ボックスみたいな感じになってますね。はい、ここにラインの、ボビンを入れて、なんとここの、箱に入れた状態で簡単にラインが曲げちゃうというね、優れものです。ありそうでなかったですよね、このシンプルなデザイン、ね。あのラインリサイクラーとかね、結構皆さん買ってね、巻き直しとかしてる方いらっしゃると思うんですけども、まああれはあれでこうちょっとガチャガチャしてるじゃないですか。まあラインをつけるのも面倒だし、まあちょっとあの家じゃないと巻けないとかね。これだともう旅行先にでもね持っていけそうですよね。全然ちょっとラインを入れてみましょう。まずはで、サイズによってここの幅が、違うんですけども、これだとここは入んない、入んないこともないけど、ここはアジングピーとかね、そういった超ライトラインとかね、こっちに入るんですけども、通常のピーの0608とかはね、こっちで全然いけちゃいますね。このまんま棚として、あとこっち側にはツールとか入れてね、使ってもいいんじゃないかなと思います。ではね、早速巻いてみましょうか。はい、セットしてラインリボルバーチャレンジ。めっちゃ簡単、いい具合になってますね。むしろこれでいいっすね。ラインリボルバー優勝。綺麗に分けましたね。はい、ということで、ラインね巻いてみました。かなり簡単に巻けましたね。で、ライトゲーム、ライトラインですよね。素手持ちで、ゆっくり巻いてあげればもう適度なテンションかかるんで、もう全然問題ないです。あとやっぱり太いラインになるとある程度テンションかけないといけないんで、ライン P ラインはあらかじめ濡らしておいて、あとタオルかなんか手に巻いて、こうロッドと一緒に P ライン挟んでグッとこうちょっとテンションかけながら巻かないといけない感じですけどね。はい、でも全然これでいいですね。価格は1320円やったかな、ちょっと確認しましょう。あですね、1320円となっております。お安いですよね。こうやってもうそのままラインをね入れておけるんで、ラインストッカーとしても全然問題ないですね。3つぐらい全然置けます。はい、今回はジャクソンのラインリボルバー、こちらのご紹介をさせていただきました。はい、あともう1点だけお願いします。もう1点だけ紹介させてください。はい、なんとですね、テゲナ釣りチューブオリジナルカラージャクソンのマッスルショットと飛びすぎダニエル、この2つ発売されております。ただ九州限定となっておりますんで、九州の小売店、そちらの方でお買い求めください。ただ全ての小売店には発送されてないので、そこはもう探してもらって、もう見つけていただくしかないです。もうすでにちょっと入手困難になってるというあの情報も入ってます。ぜひ九州の方、もしくは九州に来られて、このテゲナ釣りチューブ、このシールがまた可愛い、可愛い、見えるかな、ロゴのシールがちゃんと貼ってあります。マッスルショット
あと飛びすぎダニエルなんですけど、これの名前がテゲナ釣りダニエル、こっちはレフティ M です。これでぜひ宮崎で大ニュエまたはヒラメを釣って、ハッシュタグでねテゲナ釣りチューブ折りからとかね入れてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、今回はこちらジャクソンさんの便利グッズ、ラインリボルバーとテゲナ釣りチューブ折りから、こちらのご紹介を簡単ですけどもさせていただきました。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね。これ難しい。はい。